はいこんにちは今日はケイ素の単体と化合物ということで見ていきましょうまずはこちらをご覧くださいケイ素ということなんですが皆さんこれ占ってますよねこいつ占いといえばやはり水晶玉ですよね水晶って何からできているかご存知ですかこちらですこれ見覚えあります 静止面体でこれがいっぱいくっついて結晶化しているんです何があってこちら二酸化系素 SiO ですねこの結晶なんですちなみにこの SiO は組成式でしたよねちゃんと覚えててくださいそしてこの二酸化系素がこの構造です立体網目構造をとっているからこんだけきれいな結晶になっているんですそして硬いんですよねその辺もよく思い出しておいてくださいさあこれ実は SiO なんですがなんです 皆さんケイ素の化合物 SIO2 以外って見たことあります実はねこんなのがあるんですこちらこれは何でしょうわかりますかここですここ食べるなって言ってお菓子の袋の中に入ってたの見たことありますよねあれの名前が実はこれシリカゲルなんて言うんですねこれ聞いたことある人もいらっしゃるかもしれません実はこれもケイ素の化合物なんですね 今日はこのように同じ元素からなったけど、全然違いますよね。このケイ素の化合物。ケイ素について、もっと深く見ていきましょう。さあ、ケイ素の化合物ということで、やっていきましょう。こちらです。まずはこんなのを見ていきます。こちら。二酸化ケイ素ありますよね。ここから何を作るかって、これ。 先ほど出てきたシリカゲルですよ乾燥剤吸着剤として用いられていますがこれどうやって作るのということなんですねだって全然性質が違いますもんね見ていきましょうまずは二酸化硫素に対してこんなことをしますこちら NaOH と共に加熱するそう水酸化ナトリウムとともに加熱しちゃうんですねそうするとこんなのが出来上がりますこちら計酸ナトリウムというものが出来上がります n H s i、si、o 三これ初めて見ましたよね計算というのはちょうど十四族だと CSi の順なんですが皆さんこんなの知ってる n H c o 三見たことありますよね炭酸ナトリウムですそれのケイ素バージョンなんですねだからケイ酸ナトリウムなんで言い切れるんです構造はやはり十四族そっくりですよねという認識で覚えても OK だと思います さあ、この計算などよりも出来上がりまして、まだまだ長いですね。次はこちら。H2 を加えて加熱する。つまり水入れるんですね。そうするとこんなものが出来上がります。こちら。水ガラスです。無色透明の液体なんです。これは本当に透明な液体でドロっとしたイメージなんですね。こんなものが出来上がりまして、さらに続きます。こちら。この水ガラスに対して HCl、強酸である塩酸を加えるんですね。するとこちら。 計算が出来上がりますこの計算というのはこちら H2SiO3 なんですね実は強酸によって弱酸の有利が起こったと思ってしまえばとても考え方楽ちんですねこれは白色ゲル状沈殿になりますそしてさらにこちらに対してこれ最後計算を加熱して脱水することによってシリカゲルが完成するんですね長かったですがまとめときましょうこちら流れは SiO2 からシリカゲルそのためにまずは計算ナ取りミしましたこれが Na2SiO3 そしてその後水に水の中に入れて水ガラスにしましたそしてさらにこれに弱酸の有利のよう現象を起こして計算にして最後加熱脱水シリカゲルという流れですね結構長いです覚えるのは一苦労しますですがしっかりと一個一個チェックしていって覚えるといいと思います詳しくは資料集等で写真もセットで見ておきましょう さあケースの単体の製法と性質ということで見ていきましょうまず皆さんケースの単体といえば Si なんですがそれってどうやって作るか気になりますよね製法としてはこちらになりますじゃん SiO 2これ二酸化ケイ素ですよね実は天然に出てくるケイ素っていうのはおおよそこの SiO 2の形のものが多いんですね。それに対しししてて炭素を加えまま電気炉中で誘拐しますすると Si が出てきますね。 まずこの製法をしっかりと押さえておきましょうさらにこの単体のケースの主な性質超有名ですよねこちらです出てまいりました半導体の性質を持っているんですよねこれっていうのは電気伝導性が金属と非金属の中間の大きさになっているそんなものなんですね半導体とても有名ですからしっかりと押さえておいてくださいさあ単体のケースを SI 製法性質しっかりと押さえ,押さえましたかちゃんと覚えておいてください 意外と試験に出てきますから、しっかりとイメージと一緒に覚えておいてください。さあ練習やっていきましょう。こちらです。次のうち誤っている記述を一つ選び記号で答えよという問題ですね。一個一個確認します。まずは A です。ケイ素の単体は二酸化ケイ素を還元することで得られる。これはオッケーでしたね。SiO₂ に対して 炭素を加えて還元するんでしたね。ということでこれは合ってる選択肢になります。続きましてい、e、いです。二酸化ケイ素は半導体の性質を示す。いい言葉よく気をつけてくださいよ。二酸化ケイ素って SiO2 ですよ。SiO2 には半導体の性質はありません。あるのはケイ素の単体だけですよね。ということでこれは 二酸化というのが間違ってますねどちらかというとケースの単体はというのが正しいですということで今回誤っているものですからイが正解となりますね一応ウもイもチェックしましょうウは K3 ナトリウムに水を加えて加熱すると水ガラスになるこれは先ほどのシリカゲルを生成するときのフローにありましたよねそしてエはシリカゲルは乾燥剤吸着剤として用いられる お菓子の中に入っている食べるなあれですよねということで今回の答えは E となりますケイ素のものはいろんなもの出てくるんですけどしっかりとまとめておいてくださいさあ本日のまとめです今日はケイ素の化合物について学びましたね SiO2 だけじゃない K3 ナトリウムだったり あるいは計算だったり、そして最後には尻掛げるなんて、いろいろ出てきましたね。しっかりと資料集等を見て確認をしておいてください。では今日はお疲れ様でした。